先日より市内で行方不明とされていた高校生が今日未明遺体として発見されました。遺体に複数の通りにぎわうテレビに君の名前が流れていたんだ。退屈そうに笑う君の顔、なんだろうなと思い出していた。名前のない手紙をもらった。鍵がついた僕へのこの裏、誰からだろう一と一の日々に。私は今あの場所にいるの。眩しい頃に手紙が届いた。ああ君は何を待ってるんだろう。ほら僕らの置き手紙あちこち笑ってるね。誰なの誰なの答えてよ。それはハリボテの物語、きっときっと長いもの。今どこにいるの、何してるの、届かない。君あんたの何もないラブレター。いつも通り七種のこの葉が僕の元へまた届いたんだ。私は今暗いこの部屋で赤く光る月を見ているの。名前のない手紙を見てると猫が泣いた。変な顔すんな。あの夜と同じ月の色だね。光る文字はもう負けわかんない。くるくると回る不安へよぎる証拠。もう僕はどうしちゃったんだろう。ほら僕らの置き手紙あちこち笑ってるね。知ってるの知ってるの教えてよ。それはハリボテの物語、全部全部信じない。ほら僕がいるよ僕がいるよ君のため。また届く何もないラブレター。完全犯罪よ。打ち壊しの脚本を。これは僕だけの物語。あはははは。ほらすごいでしょすごいでしょ。僕すら騙す縁に暇つぶしのおとぎ話。たまらないスリル。さっておいでよキャッシャイン。僕のためまた届く最後のラブレター。あなたの後ろから同じような状態で亡くなっている少年の死体。